ジンスハイム自動車技術博物館に展示されるスマイナ百1 4 4に搭載される RD-36 マイナスから51コレゾフ RD-36 マイナスはソビエトの多様な超音速機に使用されたターボジェットエンジン。コレゾフ RD-36 マイナスは多様な航空機に搭載されたが、 中でもつ -144D 超音速旅客機に使用された RD-36 から51は代表的な形式といえる。飛行速度に応じて開口部が変化する可変式ノズルを備える。搭載機 RD-36 から35、RD-36 から 35PR、RD-36 から35回。 RD-36 から35回 V、RD-36 から35回 VR、RD-36 から 35KVD-19 を原型として開発された。水力から 1650kg フォース搭載機 RD-36 から 51A は単軸式のターボジェットエンジンで、離陸時の水力は2万 kg フォースで、 巡航時の水力ごとの燃料消費量は1 2 2ラムで最大航続距離は6 5 0 0トルだった。このエンジンは、クズネツオフ NK144 ターボファンを置き換えるために開発され、その結果、満載時の航続距離が3 0 8 0トルから5 3 3 0トルに増えた。 オークブ -36 の PA コロッセブによって開発され、リビンスクエンジン製造工場で量産された。RD-36 から 51AA エンジンは旅客輸送用の超音速機である、ツ -144D のために開発された。簡略化のために、ノズルが固定式に改良された高高度飛行用の RD-36 から51バイトは、 ミスチャー f m 1 7に搭載された。エンジンの水力は 68.6KN だった。RD36 から 51AA エンジンは、すべての地上試験と飛行試験を1973年から75年の間に合格した。エンジンは、以下の諸元、高高度飛行機である M-17 ストラトスフェアのために短軸式の TRDRD36 から51バイトが開発された。RD36 から 51A エンジンから固定式のノズルに改められ、高高度飛行のために酸素供給装置が追加された。エンジンは高度26000メートルで低速飛行で長時間の運転をもたらした。RD-36 から 51A、B は小数が生産された。 搭載機 RD-36 から51、ARD-36 から51バイト、一般的特性構成要素性能。ありがとうございます。